はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さんこんにちは、 D のんちザワイズです。はい、今回はちむどんどんの第111話について皆さんと話していきたいと思います。はい、111話まで来ました。残りあと少しですよね。どうなっていくんでしょうこれは、ね。まあどうなっていくんでしょうも何もゴールが何かもちょっと分かんないのでね、なんとも言えないですが、今回の、ちょっと気になった点は、何か豚肉がね良くないよねみたいにしたらね、豚肉が入ってくるっていうところがねいいですね。もうびっくりの、しかももう完全に閉まっている店に入ってくるっていうね、これもうすごいね。そして清江のこう一番大切な人みたいな感じでニーニーのことが語られてました。もう完全に清江は、ニーニーのことをこう愛してるということですね。でなんか今日ね回想シーンみたいなのありましたね。ニーニーがチムって言ったら清江がドンドンみたいな、チムドンドンみたいな仲いいシーンがやっと入ってきましたね。これがないとね、わかんない、この二人のなんか関係性がどこでどうなったのかがねちょっとねわかんなかったわけですけれども、やっとちょっとね、二人がこう愛し合ってるんではなかろうかっていう描写がね出てきた。そしてとうとう和彦がいなくなってしまいましたね。とうとうセリフがどんどんなくなってたね、なくなってったなと思ったらとうとう一度も映らない、とうとう和彦が映らない日が来ましたね。これこのドラマなんか怖いんですけど、突然人がいなくなるっていう、いるはずの人がいなくなるみたいなね。でびっくり誕生日会、びっくり誕生日会よ、なんであれ入っちゃダメってなったのかちょっと分かんなかったですね。ニーニーが店入ろうとしたらサトールが来て、今入っちゃダメみたいなね、だ意味が分かんない。その何休業中っていうのも、でも明らかにもう外見たら休業なんですけどね。大体もう休業ってもう全く何もしない感じなのかなと思ったら、あの試食とかねいろいろやるためのね、そんなのね家賃を稼ぐためにやって、その後やればいい、その前にやればいいみたいな、そういうもんですよね。そのお店を開くっていうことは、なんていうの、もう寝る間を惜しんでもう最初やらなくちゃいけないっていうのがね、開業っていうか店をオープンするってことですよね。それを閉めちゃってやるっていうのはね、これは多分ね、これはもう大企業方式ですよね。ね、資金力がないところはそんなことやってる場合じゃないって感じですよね。不思議ですよ。だってもうフォンターナの技術を無視するっていうことですから。なんかね、そう沖縄とねイタリアを混ぜた新しい形のものをやっていただきたかったね。うわそんなこと思いつくんだみたいなの見たかったですよね。そして街中にそのテレビの影響でねこうその料理が出てくるみたいな、そんぐらいのインパクトをね残してほしかったなと思ったわけです私は。で何か足りない何か足りないっつってね、紅生姜が乗ってないみたいなのもう一個ですよね。なんかねあれがあると色もいいしね、なんかその味でそれがみたいなのね。でそう描かれてるオープニングとかでは描かれてると思うんですけれどもね、なんかまあそこが新しい、そこが新しいのかな、紅生姜抜きみたいなのは新しいのかな。まああれいろいろですよね。先日ねあの蕎麦屋さんに行ったら、もううわすげえ量だなと思ったら、その蕎麦のあのがすごい
盛り上がってた。なんかああいうのって何の意味があるお弁当とかでもさ、なんか底上げみたいにしてるお弁当箱とかね、あれ何の意味が、1回目でみんなもうバカじゃないんだから次もそれ買うってことはないよね。あれ逆効果だと思うんだけど、どうでしょうか皆さん。はい、まあそんな感じで今日はね、最後の最後でニーニーと清江がね、また再び杉並の地でこう巡り合う。いや面白い、本当に面白いですね、うん、ああもう終わってほしくない、うん、ちむどんどんこれもいや面白い、うん、はい、そんな感じで明日も楽しみにしたいと思います。さて私 D ノンチザワイズは、今週の金曜日、我々のバンドキャプテンカウの、ライブがありますんで、皆さんぜひご来場くださいませ。そしてどうしてもこの東京吉祥寺に来れないという方は、概要欄の方に貼っておきますので、有料な配信ライブツイキャスの方で配信しますので、かなりクオリティは高いと思いますよ、そのカメラのね、うん、他よりもいいと思いますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして、キャプテンカーのアクスタが第2弾が、発売されますので、今もうね予約でねかなりもう少なくなってきて、その今週の金曜日も多分ちょっとなとちょっとになってしまうかもしれないぐらい売れてるんでね、これは嬉しい、ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じで、チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。チャンネル登録お願いします。ドラマ好きの方。はい。それではまた。バイ。あ、そうそう。あ、まあいいや。バイ。